こんにちは、兄です。今日はメーカーシリーズウルトラ怪獣ギガとメーカーシリーズ EX ウルトラパノラマファイト、こちらを一箱ずつ開封していきたいと思います。で、どちらのブランドもね、何箱かずつあればよかったんですけども、1個ずつしかなかったので、今日はね合わせてやっていきます。じゃあまずウルトラ怪獣ギガの方からいきましょう。ウルトラ怪獣ギガのパッケージはこのような感じで、ウルトラ兄弟激闘シリーズ1があるのかな、怪獣ギガにどういったシリーズがあるのかちょっとわからないんですいません。で、表面にはシンマン、ツインテール、グドンで、これは怪獣ギガのフィギュアを使った写真でしょうね。すごいよくできてそうです。そして下には、ブロンズ像のね、ウルトラ兄弟で、これはまあヒッポリと成人戦ですよね。まあ、僕の中で、まあ、あのトラウマ回なんですけども、子供の時にね、こう兄弟が助けに来たのにみんなこれになっちゃってね、すごいショックを受けたんですよね。で、ウルトラ兄弟の激闘士がスケールアップしてメーカーシリーズに登場と。裏にはねラインナップが載っていて、1番がウルトラマン対バルタン星人侵略者ウテで、2番が帰ってきたウルトラマン対ツインテール2大怪獣東京襲撃、3番が帰ってきたウルトラマン対グドンで決戦怪獣対マット、4番がウルトラ5兄弟で全滅ウルトラ5兄弟、そして、5番がウルトラの父対ヒッポリと成人で奇跡ウルトラの父となっております。で、ここに小さく書いてあるんですけども、この他にシークレットがあるみたいで、ウルトラ級アイテムなどがありますとなってますね。まあ、ウルトラマンと怪獣が戦ってるのが欲しい人はウルトラ級アイテムはちょっと残念なシークレットになっちゃうのかな。僕はウルトラ級好きなんで、まあ、全然構わないですけどね。で、そうね、今回何が一番欲しいかって言われるとすごく難しくて、そうね、ウルトラマン対バルタン星人かな。ツインテールとグドンはこれ両方ないとなんか寂しい気分になるし、ここら辺もね、この2つがないとちょっとどうかなっていう気分になっちゃうから、そうすると単体でいけるね、この1番がまあいいかなと思ってるんだけど、でもまあどれが出ても、名シーンだからね、良さそうですね。あ、でも5番もいいかな。ウルトラの父ちょっと見てみたいかな。あとまあシークレット入ってないと思うんだけども、シークレットもどんなものがあるのかっていうのは知りたいなっていうところはありますね。で、サイドには、各お話のね情報が載ってるんですけども、ウルトラマンは昭和41年7月17日から昭和42年の4月9日まで全39回ってことですね。で、第2話の侵略者を撃てで、帰ってきたウルトラマンは46年の4月2日から昭和47年の3月31日まで全51回で、2大怪獣東京を襲撃で、ウルトラマンですね、昭和47年4月7日から昭和48年3月30日まで、全52回の全滅ウルトラ5兄弟という感じになってます。春から始まって春に終わるっていうか、まあ、あの年度始め年度末で終わるっていう、そういう流れだったんですね。まあそんなことはどうでもいいですね。じゃあ何が出るのか開けてみましょう。テープを切ってさあ行きましょう。何が出るでしょうか。おウルトラの父とヒッポリと星人だ。あ、これはこれでやっぱ嬉しいな。狙ってたのはバルタン星人だったんだけど、でもタールのねブロンズ像の兄弟いなくてもこの2体が並んでるのは全然ありだわ。しかもよくできているね。下の部分の台もすごいいい感じで、紙が入っていて紙がくしゃくしゃになって入ってる。はい、こんな感じでラインナップが載っていて、後ろに、いろんな情報が書いてありますね。ちょっとこれも読んでみましょう。奇跡ウルトラの父ウルトラマンエース第27話1972年10月6日放映、登場宇宙人怪獣は地獄星人ヒッポリト星人ウルトラの父ウルトラ4兄弟ゾッキーウルトラマン7帰ってきたウルトラマンとなっております。で、メモはウルトラ5兄弟をブロンズ化した地獄星人ヒッポリト星人は地球人に全面降伏を要求する。超獣攻撃隊タックは最後の決戦に向かうが、竜隊長の放った細胞破壊銃もヒッポリト星人の本体にダメージを与えるには至らなかった。タックは全滅の危機にさらされる。そこにウルトラの父が飛来し、頭に大きな角を持ち、胸板が厚く白いもみあげがあるなど、ウルトラ5兄弟じゃない、ウルトラ兄弟たちとは相当異なった姿である。ウルトラの父はウルトラアレイを振るってヒッポリト星人を威嚇し、ウルトラ水流でエースの体のタールを洗い流す。だが宇宙の長旅によるエネルギー不足のため、ヒッポリト星人の逆襲にあって倒れる。この場面では光学撮影が効果を上げ、迫力ある絵に仕上がったと思う。ウルトラアレイのショットも良かったし、復活したエースがカラータイマーを投げて七色の光で兄弟たちを解放するところもいい。ラストでウルトラの父が5兄弟に運ばれて宇宙の星となる場面は史上を込めて描けたと思うと、特殊技術の川北浩一さんのコメントですね。では組み立てましょう。
はい、できました。いかがでしょうか。いや、いいですね。ちょっとぐるっと見ていきましょう。ヒッポリト星人ね、まあ、やっぱりね、口元がミュって伸びてるのがね、これが気持ち悪いですよね。あと目のね、パターンもね、すごい特徴的で、まあそこがいいっちゃいいんだけども、やっぱちょっと気持ち悪い感じがするっていうか。で、ウルトラの父ね、ウルトラレを前に出していて、足がね、こうスッと伸びていて、いいですね。後ろの方もしっかりとね、塗装されております。角がやっぱりダイナミックなね、形になっていて、これがやっぱり父のいいとこですよね。うん。で、後ろの方ね、うん、反対側から見ても全然問題ないです。やっぱりね、メーカーはね、360度どこから見てもね、ちゃんと絵になってるし、こういう角度で見るとね、やっぱ父が正面から見えていいですよね。うん、素晴らしいです。で、あとね、このシリーズのいいところっていうか、あのメーカーね、ものによっていろいろ作りが違うんですけども、こう台座に突起がついているパターン、これね、僕好きで、要はフィギュアね、これだけでも地面に立たせることができるんで、まあこの台座以外のところでも遊べるんですよね。たまにね、こっち側にポッチがついていて、台座の方にね、穴が開いてるやつがあって、で、それはね、こうフィギュア単体ではね、遊べないから、ちょっとあんまり好きじゃないんですよね。これはちゃんと穴開きタイプなので、こうやってね、台座なしで、まあちょっとヒッポリト星人の尻尾がね、こうなってるから立てないんだ、立ったか、まあ斜めになっちゃうんだけどね。あと父もこうやってね、外して、まあ、頑張ってやればね、立たせることできるし、うん、だから穴がね、こうフィギュアの方についているタイプが僕は好きですね。で、まあ父もちょっとアップで見ていこうか。はい、アップで見るとこういった感じで、いいですね、かっこいい。目の部分ちょっとね、はみ出てるっていうか、少し甘いんだけど、でも全然だね、そんな気にならないぐらいのいい感じなクオリティですよ。こんな僕の親指と同じぐらいのサイズでここまでね、塗ってくれるって最高ですよね。素晴らしい。ヒッポリト星人のお顔もね、こんな感じで、うん、ちっちゃいのによくできてますね。最高です。次は夢の対決、ウルトラパノラマファイトです。パッケージはこのような感じで絵になっていて、梶田達治仕掛け下ろしのパノラマファイトイラストが付属しております。ウルトラマンがいて、ゴメス、ゴモラ、ペギラ、アントラ、ガラモン、バルタン星人、キングジョー、レッドキング、ジラスがいますね。で、夢の空想格闘技戦、ついに開催、ジオラマフィギュアになって誕生。全5種類で面子が1枚入っております。で、後ろにラインナップが載っているんですけども、1番とか番号は振ってないね。ウルトラマン対、冷凍怪獣ペギラ激闘東京大決戦、そして次が古代怪獣ゴメス対エリマキ恐竜ジラス、掃除系正統怪獣決戦、これはまあゴジラ系のね、戦いってことでしょうね。で、隕石怪獣ガラモン対宇宙ロボットキングジョー宇宙ロボット決戦、そして次がドクロ怪獣レッドキング VS 古代怪獣ゴモラ、怪力古代怪獣決戦、そして最後が宇宙忍者バルタン星人 VS 磁力怪獣アントラ壮絶昆虫型怪獣決戦となっております。そうですね、やっぱどれが出てもいいんだけども、このね、東京タワーみたいなやつね、これが見てみたいっていうところがあるかな。だからまあウルトラマン対ペギラか、あとゴメス対ジラースも見てみたいね。まあどれも見たいな、どれでもいいか、どれでもいいんだけど、うん。で、重さはね、そこまで重くはないんだけども、まあぼちぼちあるなっていう感じで、まあ当然ね、これだけね入ってるからそれなりに重さあると思うんだけども、多分これ一番重いと思うんだ。ゴモラとレッドキング、ジラースとゴメスね、この2つは結構重たい系になるから、そこまで重さはないような気がするので、この辺なんじゃないかなと読んでおります。それでは開けていきましょう。いきますよっと。さあ、何が出るでしょうか。せーの、よっと。うん、この段階はちょっとよくわかんないけど、よっ。あー、キングジョーだ。はい、はい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 、ガラモン対キングジョーですね。いや、これもなんかキングジョーいい感じですよ。じゃあ開けて組み立てましょう。
はい、できました。いかがでしょうか。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っとガラモンがね、キングジョーにタックルかましていて、キングジョーはね、上半身と下半身の部分でちょっと分離しちゃってるみたいな、そんな感じですね。クリアパーツでね、ここ繋がってるんですけども、まあね、ちょっとこう分かりにくいような形にして分離しているみたいな、そういった感じですね。ガラモンのこのタックルがすごいよね。強烈な感じで、うん、腰が入っております。で、下はね、水になっていて、そしてここら辺は何なんだろうかね、ちょっと建物っぽいようなダムかな、ダムのところでなんか戦ってダム決壊してるみたいな、そういった感じっぽいですね。いや、これね、本当すごいよくできていて、ガラモンのね、お顔もしっかりとね、作られてるし、キングジョーもね、ちょっとね、体薄い感じもしないでもないんだけども、まあでもこんなもんか。うん、すごい細かいところまでよくできていて、頭のね、ここの突起の部分とか、ここのピュッと出てるちっちゃい部分ね、これよく折れるんだよね、側尾とかでも。この部分もしっかりとしてますね。うん、素晴らしい。塗装もよくできていて、まあ残念なところはね、さっき怪獣ギガの方でこう突起がね、この台座の方にあっていいって言ったんですけども、このパノラマファイトの方は突起がね、怪獣の方についているので、単体でね、こう怪獣だけで遊ぶっていうか、立たせたりして遊ぶことはちょっとできないんですよね。もう台座ありきっていう形になっているので、うん、まあでもね、このポージングになってたら、やっぱりこの台座に刺さないとちょっと難しいところはありますよね。キングジョーもね、この状態でじゃあ他に何使って遊ぶんだっていう感じになっちゃうけど、まあ、とにかくね、すごいよくできてますよ。で、あとね、メンコとね、イラストが入っていて、ちょっとね、くしゃくしゃな感じになってたんだけども、イラストはね、こういった感じになっております。後ろに軽くね、こう説明とかが書いてあるんですけども、まあこれはそこまでなんか重要なあれではないかな。なんかこうね、創作ストーリーみたいな感じかな。あ、ダムって書いてあるね。だからやっぱこれダムですね。そしてメンコは先ほどのね、イラストが、まあ、こういった感じで丸メンコになっているっていうものですね。うん、これも素晴らしいです。はい、ウルトラ怪獣ギガとウルトラパノラマファイトを一箱ずつ開封していったんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、やっぱり怪獣名鑑すごいなの、その一言につきますよね。本当によくできております。で、これがね、当時食玩で発売されていたっていうのがまたびっくりで、1個、いくらなんだろう、500円だったかな？確か、それぐらいだったと思うんですけど、それで採算取れてやっていけたっていうのがすごいですよね。まあ、海外でね、その塗装するっていうのが安い時代だったからできたっていうものであって、まあ、今これを食玩で発売ってなると無理でしょうね。いくらぐらいで売れば採算取れるのかな ?2000 円ぐらい、まあ、フィギュア1個1000円ぐらいな感覚でいけばいけるのかもしれないんだけども、でもそうなるとね、ちょっともう食玩の域を出ちゃってるし、逆に売れるのかって言われると難しいですよね。だからまあすごい極端な話になっちゃうんだけども、その落書きシリーズみたいな感じで、造形はね、この造形で何も塗装されていないみたいなね、真っ白とか、あとはまあウルトラの父だったら赤、ヒッポリト星人だったら真緑みたいな感じで、でそこからね、塗れる人は自分で塗っていこうみたいな、塗れない人はそのままのね、カラーでもちょっとおもちゃっぽいこう消しゴムフィギュアみたいな感じでいいですよみたいな、小さいお子さんはもう思うがままにマジックでも何でもね、落書きねすごい模様にしちゃってもいいよみたいな、そういうのあったらなんか嬉しいなみたいな気がしてるんですけども、ただね、じゃあそれで売れるのかって言われるとわかんないですね。僕はね、出たら絶対買うと思うんですけどね、うん、まあね、また怪獣名鑑とかね、こういったシリーズ復活してほしいですね。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。Ultraman
休み。